モスマン。モスマン、マスマンは、1966年頃、アメリカ合衆国ウェストバージニア州ポイントプレザント、一体を脅かした謎の未確認動物、馬。宇宙人のペットであるとの説、エイリアンペット説もある。地元の住人はこの馬を、単に、バード、鳥と呼んでいたが、一般にはマスコミを通じて広まった、モスマン、ガ人間という名の方が有名である。 体長は、約2メートル、腕はなく、背中に大きな翼を持つ。その翼を羽ばたかせることなく、自動車よりも早く飛行する。目撃者の多くは、モスマンを一瞬しか見ておらず、モスマンの顔はあまり詳細まで覚えてはいないが、目が、ギラギラと赤く輝き、目と目の間隔が大きく開いていることだけは、多くの目撃者の証言が一致している。ネズミやコウモリに似た、キーキー。 という泣き声を発したという証言もある。第一発見者とされる女性によると、彼女が車で時速160キロメートルで逃走した際、モスマンは同等の速度で追ってきたという。また、彼女は TV 番組のインタビューの際、モスマンはフライングヒューマノイドに似ているような気がすると述べている。1966年11月12日、 ウェストバージニア州レンデニンの墓地で目撃されたことを、川切に一連の遭遇事件が始まった。続く11月14日、同州ポイントプレザントの TNT エリア、元火薬工場であった地域付近でドライブを楽しんでいた若者が、モスマンに追跡されるという事件が発生する。若者たちは車を全速力で走らせたものの、モスマンは容易に追跡してきたという。 この若者の一人が第一発見者とされる女性である。また、同日夜、ポイントプレザント北東にあるセーラムでも同様の目撃証言が報告されている。外にいる飼い犬が激しく吠えるので、様子を見に行くと暗闇の中に赤く光る二つの目が浮かび上がったという。翌朝飼い犬の姿はどこにもなかったが、新聞に掲載された。 火薬工場での目撃証言には逃げる途中で犬の死体が転がっていたとの一文があった。なお、この火薬工場近辺では数度にわたり奇妙な抗体が目撃されていたという証言もある。最初の遭遇事件から13ヶ月後の1967年12月15日、ポイント、プレザントとオハイオ州、カノーガを結ぶシルバーブリッジ付近で目撃された事例を最後に モスマンの目撃例は途絶えている。関連性は不明であるが、同日シルバーブリッジは大規模な崩落事故を起こし46人が犠牲になるという大惨事となった。この出来事は、モスマン事件を題材にした映画、プロフェシーでも描かれている映画中での犠牲者数は36人とされた。ポイントプレザント周辺での目撃は絶えたものの、近年多発している。 フライングヒューマノイドとの目撃証言には、高速で飛行し車を追いかける茶色の怪人など、モスマンとの共通点があり、関連性が指摘されている。また、映画、プロフェシーでは、モスマンを目撃したと証言する人の家に、モスマンが、脅迫電話をかけるシーンがある。わしなどの大型猛禽類を誤認した可能性がある。キーキー、という鳴き声は、 犬足のものに近いとも考えられる。翼を翻すようにして、飛翔、急降下したという目撃例もあるが、これは犬足などが獲物に襲いかかる際に見られる行動である。モスマンの2メートルという体長は、目撃時間帯の多くが夜間で暗かったことと、目撃者が恐怖心から実際より大きく錯覚してしまったとすれば説明できる。ただ、ほとんどの目撃者は、 モスマンの目が異様に大きくて感覚が開いていたと証言しており、鳥類では説明のつかない部分もある。また、鶴節説やフクロウ説がよく挙げられる。また、ポイントプレザント一体では、事件前から UFO が多くの住民によって目撃されており、モスマンの目撃が減少するにつれて、UFO の目撃数も減少した。そのことから、UFO の乗員は宇宙人で、 その宇宙人のペット、エイリアンペットもしくは地球での実験のための動物がモスマンであるのではないかという説もある。実際、UFO に向かってモスマンが飛行していったという目撃例もある。一部の住人にはモスマンをポイントプレザント周辺で昔から起こっていた怪異現象と結びつけ、かつてこの地で虐殺されたインディアン、小児族の呪いであると主張する者も,もいる。 一部のののの調査員や研究家からは、は鳥鳥とと見見間違えたた。ではと言われ、目撃者にその鳥の写真を見せたしかし目撃者は皆その鳥とは全く似つかないとしている。また事件直後にもともとこの地にはいつかないはずの白袋フクロウやヒメコンドルが発見されていることから何者かがモスマンの存在を隠すためにこれらの鳥類を逃がしたのではとも言われている。 本件は、ドキュメンタリー専門チャンネル、ディスカバリーチャンネルの番組、超常現象調査隊でも紹介された。番組中では、2003年に撮影された橋から飛び立つモスマンは、風に流された黒いゴミ袋ではないかという結論に、達している。またヒストリーチャンネルの番組、未確認モンスターを終え。では、 複数の目撃者の証言をもとにモスマンのイラストがそれぞれ作成されたが既存のイラストよりも目の感覚が狭く人間や猛禽類に似た姿だった。同番組では夜道の脇にモスマンの人形を設置し車に乗った被験者が人形をどれくらいの大きさに感じたかという検証も行われ実際の大きさよりもかなり大きく感じる人がいるという結果が出た。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。